さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。世界お股にかける女さんに、ね、さあ今夜の研究、ね、今夜の研究テーマはパフューム的旅のお供、絶賛ワールドツアー中の3人ですが、ほら今月末からは約1ヶ月にわたってアメリカに滞在いたしますということで、パフューム的スーツケースの中身について研究していきます。パフュームロックス。Perfume Locks Starring Perfume。 たくさんの生徒からの依頼、パフューム的旅のお供2019を研究せよ。私たちパフュームワールドツアーが続いています。はい、上海、台北、台湾で、ね、と終わりまして、ここからは北米です。はいよ、ね、3月の30日がニューヨークで、ハマンステインボールにまた立ちに行くんですけども、はい、1ヶ月間ぐらい行くことになる、ほぼほぼね、もう行きっぱなしですね、うん、もうその中にコーチャラも入ってて、アメリカにね、本当に最大級、世界最大級のフェスなんだけども、砂漠のとこでやるやつでね、日本人のポップスの人たちのグループが出るの初めてなのね、もうだからいろんなもん持って行くことになるとは思うんですけども、はい、そんな3人の海外ツアーの荷物の量ってことでね、でもこれ研究せよって言ってますけど、ここの研究1ヶ月間どうなるのかっていうところは本当だね。皆さん、非常に疑問に思ってらっしゃる、今更疑問に思ってるかなちょっとみんな察していいんじゃないかなそんなことない、察する、なんか察することあります？なんか、転送装置だからさ。はい。海も越えれると。越えれる越えれる。すがだね。何でもデータになっちゃう。なんかそういう感じ最近出てこなくなっちゃった。ちょっとあれよあれみたいになったってこと。やばいよ。もう最近こんばんはって間違えて言っちゃうんだよね。言葉出てこなくなってた。もう時差感じてる？ちょっとね。もうかぶっちゃう。あっちの時間になってる。もうアメリカぶれ始まったんで。すいません。さあ、荷物なんですけど、旅のお供、どういう人、もうどうしたって余分に持ってっちゃう人、もう心配っしょ。私もそうなんだよね、2泊3日に4着くらい持ってっちゃう人だから、気分でどれかなるかもしれんし、汚れるかもしれんっていうね、家で全部着てコーディネートしてないから、服だけを見てね、頭の中で靴と服の組み合わせを考えてるから、万が一この靴と合わなかった場合っていうのを持ってきちゃったりするから、そうなんだ、大変。それに関しては私と違うところは、全部着る、一回着るんだ、もう何日間ってなったら全部着て、コーディネート合わせて全部持っていく。へえ、なるほどね。だから本当に荷物の準備とか、マジ5時間とかかかる。かかるね。ぬちは？私は最初はもうマックスで考える、絶対に必要なものと、まあこれがもしかしたらいるかもしれないなみたいなものも考えるんだけど、結局は、まあ、私ライブをしに行くわけだから、なんか着るものがあればいいよねって自分に言い聞かせて安心させる。どういうことですか？心配なのよ、何か持っていかなきゃいけないのに忘れているものがないかっていうのは、とにかく心配、靴下1枚2枚3枚で足りるみたいに思うんだけど、まあっちに体があれば結局は大丈夫でしょ、って思って家を出る。なるほどね。いや、ほんま洋服の力を借りて、テンション上げてたりとか、その日の気分を切り替えてたりとか、楽しんでるから、そんないっぱい持っていけなくて同じ洋服着なきゃいけなくなるっていうのが心配だけどね。雑誌のさ、30日間なんか着回しコーデとかいう特集あるじゃん。あるね、あれなんか今までペラペラって見てたけど、あれってマジですごいんだなって思った。でもさ、あれさ、途中でさ、これ買いましたみたいな結構ない？嘘ある？買い足し結構あるよね。結構あるよね。このバッグを購入とか、この靴を買ってんじゃないよみたいな、結構買ってんじゃんみたいな、ストール合わせてあるんだ、どこ行ったこのストール
結構高いしそれみたいなあるよね。えじゃあそれやればいい。そう今回それしたらいいのかなと思ってる、うん、基本的なものだけ持ってて、ね、そのモードで私も行こうと思ってる。正直もう買い足そうよっていうことと買い足しは OK だ、うん、そうだけカートは2個持ってかん。持ってかん。1個で行く。お姉ちゃん1個。あじゃあ1個いやだって寒いとこから暑いとこまで行くってなると1個で足りるんかなって。いやじゃあコートは1個。あまあね、アウターは1個ね、うん、コートは1個、うん、でほんで、まあ、レザーみたいな、うん、ああいう、こう簡単に羽織れる半分の、うん、ショート丈の、うん、なんか上着1個、うん、シンプルなやつ、うんうん、で中をこういろいろしていくそうねパターンだよね。確かに、はい、あっち寒かったりするもんね。外暑くても中寒いとかね、うんうん、そうじゃね。えカートあんた2個じゃろ。え2個で行くつもりだったけど、うん、いいって言ってたよね。マネージャーさん、うん、2個で行っていいけど帰り3個になるのはダメですって言われたから。いやー3個になる。なるか。3個になるかもしれないってなる。あっちで増えるかもしれないってなるとこっち頑張って1個で行くっていう。いや増やす気ではあるのか。でも正直さ、うん、ゴロゴロってさ大きいの2個いらなくない、うん、あーちゃんの言う大きいはマジで大きいからいやあの信じるぐらい大きいだから規格外のデカさだから、ね、それは2ついらない。それはいいよ。しかもエクスパンドできるからね。何それ何それあの拡張できる。でっかくなるの。そうそれは大丈夫1個で。そっかあーちゃんが入れるやつでしょ、うん、だってそうそうそう。あれはやっぱ1個なのね。ちょっともう1個持ってもいいじゃないっていうちょっと期待したとこあったわ。のっちはどうなんだろうね。私ね、うん、一番大きいスーツケースはあーちゃんのよりは小さいけど、うんうん、それで頑張ろうとは思ってる。でもあとは洗濯。洗濯だよね。洗濯しやすい自分の使ってる洗剤持ってって、うん、分かるよ。お姉ちゃんもだけ正直その洗剤を、うん、今もうめっちゃくちゃ買って。私も私もどれが一番いいのどれが一番よくって手で洗うパターンはどれかしらほんまにそんなとこ準備ばっかり毎日アマゾンから届いて、うん、薬局にまで行ってるから。ほんといやこれはもうほんまおばさんだね。そうだね。面白いね、うん、大事だと思う。そうだね。だけど後も洗剤は忘れないようにね。忘れないするってことよね。ああだから結局、うん、結構心配しようってことだね。失敗、うん、多めに持ってっても生活する気っていう、うんうん、街で買おう。買おう。その青春で行こう。そうだな。お金持ってこ皆さんこんばんは。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ラジオネームアラムからの依頼。どんな話題が出てきてもパフュームの3人なら盛り上がれるのかを研究せよ。もちろん3人で盛り上がれる話題、うん、洗剤の話とかもある、うん、けど、まあ、そんなに知らない興味ない話題でも、うん、興味ないなりに盛り上がることはできる、うん、そうなんだよね。そうだ、長くやってきちゃったってことかな。え、わかんないよね、知らないよねっていう方で盛り上がれるっていうの、うん、そうだね。どっちの感情も共有できるからね、うん、そうそうそう、そんな気がする、うん、カレーは、うん、のっちがずっと10代の時から大好きで、うん、カレー、美味しいカレーはもちろん好きだけど、うんうん、美味しくないカレーも好きっていう、うん、ちょっと頭のあれなカレー好きだったあ言ってたね。自分で言うんだね、うん、そう認めてんだね、うん、そうだけど年を重ねるごとに、うん、ちょっとあの脂っぽいのがダメになっちゃって、うん、お腹がもう重くなっちゃって、うん、最近はもう全然食べてない。カレー味の何かしか食べてない。でも2人はカレーを食べてる印象が全くない。うん、私カレー苦手だから、うん、でも好きなのはあるよ。あ、うんうんうん、その味は好きよ。うんうんうん、カレー味、そうカレー味好きよね。カレー好きか。好き好き、うんうん、でも2人があんまりカレー食べないっていうのを分かってて、なんか番組で有名な、うんうん、カナブーンが好きって言ってたやつだっけ。カナブーンのそうだそうだ、さ、うん、作ってくれるマネージャーさんだったかな、うん、作ってくれるカレーが美味しい。そうそうそう、うんうん、で番組で出てきてね、うん、3人で食べた時2人感動してたよね、うんうん、あめっちゃ美味しかったあれ、うん、いわゆるそのうちらが一番気になる、うん、脂っぽい感じの、うん、胃がもたれる感じのない、うん、
リンゴがすごいいっぱい入ってたよね。すっごいフルーティーで、こんなカレーがあったんだっていう、うん、どっかのライブハウスに行ったら食べれたみたいな。そう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 、最近はないですけど、うんうんうん、特別に作ってくれたんだよね、うん、そうそうそう、あれ美味しかったな。あれのお店があったら行きたいな、ね、ああいうのがいいよね。そうだね、うん、まあだけどああいうのはやっぱ自分で作らなきゃいけない。わー、ほんとだ、自分で作ればいいんだ、うん、買い物、次の話題、買い物、買い物、昨日ゆかちゃん買い物する爆買いババアしてた、ね、伊勢丹なんか荒らしてたから伊勢丹荒らしてた、マジで荒らしまくりそう、なんかね、あのお世話になってるスタッフさんの誕生日プレゼントも買おうと思って、うん、あ、これいいじゃんって2人に LINE して、うん、その返事が来るまで自分の買い物しようって言って移動して、うん、で一旦返事来たから戻ろうと思ったら、あ、やっぱり色どっちにするか分からんわみたいになって、うん、取り置きしてくださいって言って、じゃあ自分の買い物戻ろうとかやってるうちに連絡また来てまた戻るみたいな、うん、伊勢丹中を行き来しててすごいよね。しかも、うん、そのブランドが1階と4階にあるよ、うん、はあ、ほんでそれを買ったのは1階でやってくれてたよね。そう、あのね、シューズだったからシューズ2階も取り扱っとって、うん、はあ、そう、すごい。で2階で見て、うん、で取り置きして、うん、1階のポップアップストアで自分のなんか物色して、うん、買っとる最中に連絡来て、うん、で他にももう一個プラスして同じブランドであげようってなって、うん、あ、じゃあけ後で4回行くねみたいな感じで、うん、買い物ずっとあの伊勢丹の中でぐる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 して、同じお店の前通るけさ、あの人いつまで買えらんのどんだけ買うみたいな。わかる。でその1回買い物してありがとうございましたって言ってその袋持って帰ったのにまだ買うもんあってそこをなんか間違って、あ、ちょっとこっちだとかって通ることになった時に、 あの人、あ、どうもみたいなまだいらっしゃったんですねみたいな、お忙しくないんですかみたいな、今日オフですかみたいな、そこまでね、こうなっちゃう。あれ恥ずかしい、あれ恥ずかしい、本当に見ないでほしいと思う。もうそこを通らないように。わかるわかる、ちょっと遠回りしたり、うん、違う道選んだりとかね。何なんだろうね。いや、恥ずかしいね。気まずいだけ、もう一個達成し終わったのにまだか、うん、あんたどんだけ欲みたいなものでしょうか。あ、そうだね、欲への恥ずかしさでしょうか、うん、だって後半行くお店、今日はお買い物デーですか。あ、恥ずかしい、あ、恥ずかしい、絶対すごい。でもさ、接客に力入れるよね。あ、この人は買う人だなって思われて、途中から勢いづいてくるもん、スタッフさん。すごいわかる。加速していくのがわかるよね。こちら新作になりまして、裏にもまだ出してない色とかあるんですよ。そうそうそう、でレジ持ってくって言ったのに新商品持って帰ってくる。そう、出てくるそれ。レジのあれ持ってきてほしい。止まんない止まんないってなって。芦沢京都青。芦沢京都。うん、芦沢京都についてってこと、うん、猫で、うん、稼いでるのかな。うんうん、そうだね。ね、で奥さんがいいのかな、ね、綺麗な人ね、うんうん、あとメガネかけてるね。あ、メガネかけてたっけ。あれかけてないっけ。あれ、あれもそんな記憶もそんな感じ。ああ、かけてた気がする。うん、それについてゆかちゃんすごいよね。人のそのメガネかけてるかかけてないか。うん、うん、一瞬でこうパッとこう記憶する。そうだね、写真みたいにバシャーってやってるのかな。そうそうそう、映像で覚えることが多い。芦沢京都顔どんなんだったかな。今までないぐらい無言が多かったけど大丈夫これ。パフュームロックスの中でもあと多分1秒沈黙だったら放送事故だから、ね、うん、そんなまさかのパフュームロックスでしょ。ちょっと待って、俺の話題振られたら無言になっちゃうの。どういうことなのこれは。どういうことって、やっぱその今までの自分のあれじゃない、それは。何、俺がいけないって話これ。まあだってその、うん、なかったわけだからね。なかったとか言わないでよ。いやだって実際そうじゃない、出てこなかったから。いやいや出てきてましたよ、話が、ね、転がんなかったからさ。転がんなかったとか本当、まあ、わざと与えられてわざとやってくれてるんでしょ。そういう風にね、そう信じてるよ俺は。よっ、生粋のポジティブアタカ元気。なんだおい、なんだよ。
なんで失格なんだよ。俺が元気なんだからいいだろうですよ、それはそれで。今月末より、はい、ね、話もあったけども1ヶ月間よ、約アメリカ、ものすごい数回るから向こうで、すごいよな本当に。まあ向こう、あの海の向こうにもたくさんさ、うん、あのパフュームファンはまあいるわけね。はい、そうですね。YouTube のさ、ミュージックビデオとかのチャンネルとかもさ、うん、はいはい、英語でバーってコメント書かれてるのも見て、うんうん、俺は勝手にだよ。はい、お前何様だって話かもしれないけど、やっぱ誇らしい気持ちになるしだね、うん、で実際の生のパフュームをやっぱ体感してほしいし、うん、まだの方に、海外の人にもね、そう、日本の人にもそれはもちろん、うん、はい、これマジで見逃してどうすんのって本当に俺は思う。なので、海外で見られる、あ、もしかしたらいるのかな、これを聞いてる、日本で聞いてるみんなでいるんじゃないですか。海渡ってさ、うん、スーツケースにさ、はい、荷物突っ込んでいくやつもいるかもしれないしさ、うんうんうん、でまあ、1ヶ月間ね行っちゃうけど、はい、もうだってほらずっとパフューム研究員はそれでやってきてるわけだから。まあそうですね、それは大丈夫ですよね。転送装置もあったりとかさ、ウルトラサーバーとかもすごいんだから、最新の技術だからね、その辺は心配ないっしょ。大丈夫大丈夫、気をつけて、もうちょい先だけども行ってらっしゃいませ。本日もどうも研究ありがとう。明日のこの時間はスクールオブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。フューチャーポップのとこで締めていいですか。いいです、お好きなタイミングでね。アレキサンドロックス。